子です。皆さんこんにちは。いよこの今日のこの駅どこだ、ヒントをあげていくので考えてみてくださいね。この駅は昭和28年1953年の今日営業を開始しました。実はこの駅にはとっても貴重なものがあるんです。それはホームの支柱に明治29年のカーネギー社製のレールが使用されていて、阪郭鉄道の名前が刻まれているんです。すごいでしょ。ちょっと見上げる形になりますが、こちらの駅にお越しの際はぜひ支柱部分を眺めてみてくださいね。今回はちょっと難しかったかな。正解は土橋駅。松山市駅から一駅なので、ぜひお越しくださいね。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。